マイケル・ロイ・ブロワーズは、アメリカ合衆国の元プロ野球選手。ドイツ・バイエルン州ビュルツブルグ出身。ウトウ・ミギウチ。阪神タイガースでの登録名は、マイケル・ブロワーズ。父親が、アメリカ軍に従軍していた関係で、旧西ドイツで生まれた。1986年の MLB ドラフト従順目で、モントリオールエクスポズに指名されて契約。 1989年8月29日に、ジョン・キャンデラリアとのトレードで、ニューヨーク・ヤンキースに移籍。同年9月1日にメジャーデビューを果たす。1991年5月17日に、マイナー選手とのトレードで、シアトル・マリナーズに移籍。マリナーズ時代は、ファンが、ファウルボールを取ろうとして、身を乗り出した際に、勢い余って買ったばかりのフライドポテトをフィールドへ、 落としてしまったことを気の毒に思い、ファンにフライドポテトを奢ったところ、チームがサヨナラ勝ちをしたという逸話がある。1995年には、自己最多の134試合出場、23、本塁打を記録したが、その年オフの11月29日に、ミゲルカイロとイリソオタネズとのトレードで、ロサンゼルスドジャースに移籍。ドジャースからは一年で FA となり、百九十七年は、 マリラーズに復帰して1年間プレー。1998年は再度 FA でオークランドアスレチックスに移籍し、3年ぶりに2桁本塁打をマークした。1999年1月に阪神タイガースに入団。2年契約で年俸は2億2000万円。開幕直後の4月7日に諸事情で一時帰国。復帰後は4番。 三塁で出場を続けていたが、打撃の調子が上がらず、6月に入ると数、試合スタメンを外された。スタメン復帰後は7月に3試合連続で、決勝的時打を放ったり、1試合で4安打1、本塁打を記録するなど、ようやく復調の兆しが見られたが、オールスターゲームの前後から再び深刻な不振に、陥った。結局、8月に入ると、 レギュラーから外されてそのまま解雇となった。もともと、ホームベースからかなり離れて立つバッティングフォームだった、こともあり、外角に握るスライダー系の球に極端に弱かった。8月1日の第横浜ベイスターズ戦で、二度の後期に凡退し、さらに6回表に失点につながる失策を犯した、ことから、その裏の打席を最後に、平尾博と交代させられる。6回の打席は、 平殺打だったが、監督の野村克也はこの打席の結果に関係なく7回の守備から平尾に変えることを決めていたという。結果的にこの試合が、阪神での最後のスタメン出場となった。翌日の対中日ドラゴンズ戦では4回裏1、アウト満塁の時、先発投手、矢部圭一の代打として出場したが、野口茂げのスライダーに詰まらされ、結果は、夕頃平殺打に終わってしまった。 これらの不審に契約条件にファームに落とせないまたは一軍以外ではプレイしないという項目があったことで球団と対立していたことも重なり2年契約の1年目のシーズン途中だったのにもかかわらず8月4日に解雇されたこれで阪神の外国人選手がシーズン中に解雇されたのは1996年のスコットクールボー・グレン・デイビス 1997年のマイク・グリーンウェル、1998年のアロンゾ・パウエルに続き4年連続となってしまった。野村が表した、ああ、阪神タイガース、負ける理由、勝つ理由によれば、1998年のオフに、メジャーリーグを一度引退していたにもかかわらず、阪神フロントが獲得したという噂が囁かれている。 阪神対談後の1999年8月28日にシアトルマリナーズに復帰し、この年メジャーで19試合に出場したのを最後に引退。引退後はマリナーズのコメンテーターとして活躍している。ありがとうございます。